昨日午後、福岡市で開かれた西のゴールデンルート設立の表明式には、大阪府の吉村知事のほか、福岡市の高島市長や北九州市の竹内市長などが出席しました。文化、大体大阪に来た人は京都に行って富士山見て東京で最後泊まって帰るとか、これをゴールデンルートと言います。でも私はこの万博を機に西のゴールデンルートっていうのを作っていきたいと思っているんです。大阪・関西万博では350万人の外国人観光客が見込まれています。